まってんだよ。大丈夫だ。俺とお前が組めば絶対いい店になる。お前たちは人に襲われないと何もできないのか。冗談だよ。女の子からお金を取ったりしないよ。私はオーナーの小松龍之介。この店で一番偉い人です。うん、やる。俺絶対に一人前のピッツァ職人になってみせる。ボンジョブロー、シニョリーナたち。商談成立だな。よう、来てくれたのか。待ってたぜ。今日も一緒に頑張ろうな。問題ないなら早速始めるぞ。得意だよ。すごい。俺の考えてることが分かるなんて探偵さんみたいじゃん。頼んだよ。じゃあこれはお前たちに任せる。まあそう言われると俺もおごりがいがあるっていうか嬉しいけどさ。じゃあ行こうぜ。